はい、どうも皆さんこんにちは、みずろです。今回ですね、なんと、ついにですよ、あるものを購入してしまった。まあ、タイトルでもわかるか、早速いきましょう。スイッチなんですね、今回。こちらです。動物の森がね、もうやりたくてやりたくてしょうがないので、ついにね、買ってしまったんですね。しかも、動物の森エディションつってね、今なんとね、スイッチの本体が超高騰してるんですよ。これ、5万9000円もしました。もうバカだよね。多分、一番最初の頃に買った人って3万ちょっとで買ったんじゃないかな。これ、まあ、ソフトついて、動物森エディションだから、9000円ぐらいは若干値上がりしたとしても、でも1万、2万はもう高騰してるっていうことですよね。まあ、今回はこいつを開封して見ていこうかなと思います。こんな感じでいきましょう。こんなにね、コンパクトなんだってちょっとね。うわぁ、こういう感じね。はいはいはい。俺、スイッチはさ、全く今まで、なんだろう、知ろうともしなかったから、開封動画も見たことないし、本当になんだろう、すげえ久々なんだけど、任天堂。小学校ぐらいの頃にあったね、DS のマリカ以来ですね。あれぐらい、本当に。あとはもう、ゲームボーイアドバンスってあれ、任天堂なのかわかんないけど、カービィやったりとかしたぐらいですね。これがモニターかな？なんか、2系統、2種類の方法でプレイできるのに知ってるんですよね。まあ、ちょっと出さないときましょう。うわ見て、めっちゃ可愛いこれ。見えるかな、光の反射。ほら、めっちゃ可愛いんだけど。やば、いいね。で、このコントローラーがね、水色っていうのだけに惹かれて買いました。嘘です。厳重だね。はい。あー、いいね、なんか。うわ、久々に開封してる気がする、なんか。セーフティーガイド。そして、HDMI ケーブルですね。HDMI ケーブルはめちゃくちゃいっぱいあるので、いらないけど、まあ、持っとくに越したことはないですね。これが電源ですね。そしてこいつが、これ何？これあれかな？この、テレビバージョンでやるときのコントローラーなのかな？これに刺せば動くってこと？これすごいよね、これ作った人。これに刺すだけで反応するってことでしょ？なるほどね。まあ、ちょっと入れとくわ。すげえわ。で、次これ。これは、あれかな、コントローラーのね。ん？あれか。なんか、片方ずつ使うバージョンの時に使うやつだな。はい。で、持って、これが本体と。ほい。かわいい。めっちゃかわいい。タヌキ。すごい。これなんだ。すぐこういうことやりたくなっちゃう。あ、なるほどね。ここに刺すわけか。こんなんで起動するの？って思っちゃうよね。これに刺すと起動するんですかね。ちょっとシャッチーけど。まあでも、こんなもんか。説明書とか、なし？待って、説明書とかさ、ゼロ。なんでここを取れるようにしたんだろう。ここさ、説明書、よいしょ。入ってんのかなって、ここ開けたくなるやん。開けたら入ってねえのな。なんか入れとけよ。で、なんか今回はね、もうソフトに保存されてるのかな？なんで、あ、ここに書いてあるのか。ここにちょこっと書いてあるんですね。初回設定をすると。いう感じですね。いや、これさ、本当はさ、4月3日とか以降に届くっていうことで書いてあったんですけど、なんとね、今日、1日なんですよね。エイプリルフールなんで嘘かなと思ったんだけど。届いちゃいましたね。内容物一応並べるか。はい、ざっとこんな感じですね。ここからさっき言ったように、コントローラー。なんていうのジョイコンっていうの？ジョイコンっていうのかな？わかんないけど。あとこれ、ハンドルですね。なんか PS4 コントローラーだから Xbox 風のコントローラーにしたいときに使うやつ。に本体、モニター、ケーブル。なんかガイド。で、箱と。いう感じですね。まあ、すごいシンプルだね、やっぱり。最近のゲームってやっぱりすげえシンプルなんでね、梱包もだし。高級感があるやつでさえも、すごいシンプルに、あえて梱包してあって、それが洗練されたものというようなね、醸し出してる感じ。したりしますよね。BOSE のスピーカーとかでさえもね、なんかすごいシンプルすぎて、あれこんなんなんだみたいな感じであっけに取られたんですけど、やっぱり高ければ高いほど高級感がある梱包っていうか、ちょっと、なんだろうな、もうその、製品自体に質を求めてて、
って感じはしますよね。まあ、時計とかはね、箱がすごい良かったりとか、なんか物によっては確かにそういうものもあるかもしれないですけど、ゲーム機はね、今最近は簡略化されてますよね。まあ、昔もそうか。そう感じてしまうんですね、きっとね。うん。という感じでね、今回は、スイッチ買ってみたんですけど、この後ちょこっと設定して、まあ、起動まで持っていこうかなと思います。ちょっとさ、待って、ちょっと撮るの忘れたんですけど、設置してみたんですよ、これ。ちょっとテンション上がって声がおかしい。めっちゃ可愛くないか、これ。何これ。弱くないこれ。なんかね、質感、ボタンの質感もめっちゃいいし、この、なんつうんだろうな、パステルカラーの、水色とグリーンのコントラスト、半端ない、これ。やばい、これはやばい。もうなんか、これだけテンション上がる。めっちゃ可愛い。ちょっとこれ、伝わるカメラで。これっすよ、これ。まあ、それだけなんですけどね。これだけですよ。ほい、ちょっとね、今ね、なんか、なんだっけ、スイッチの本体の場所置きとかね、してたんだけど、なんかポチッと触ったみたいで、出てきたので、これちょっと設定していこうかなと思います。このまま画面でね。かって言った。ここで音が鳴るのか。すごいな。ちょっと待って、この状態で撮るのか、俺。結構辛いねんけど。これフィルム買った方がいいな。ちょっとこれで見えるかな。ちょっと俺も画面越しに見てます今。操作感めっちゃいいんだけど。人間大体ね、A ボタン押したけど決定っていうのがね、わかるはずです。利用規約に同意する。次。ネットワーク検索ですね。ちょっと待ってくださいね。できた。すげえ、これ、タッチパネル搭載してるんですね。タッチで今やったら、全部できたわ。東京ですね。テレビに繋いでみる。いや、後で。ジョイコンを取り外してみましょう。なんで？なんでやねん。めんどくさいな、これ。なんでやねん。なんか後ろの、ほっ。よし。なんか外すとさ、シュッてなって入れるとカチッてなる。すごいな。はい。取り外した状態で、取り外した状態でつくのこれ。すご。待って待って。ついていけない。ちょ、見えるこれ。これで動くんやで。どちらのスタイルでも操作できます。すごいな、マジで。しかもスタンドのみでも立つんや。やばすぎ。ユーザーを追加します。ちょっといろいろ設定してきます。ちょっと設定してきますわ。はい、ということでですね。一応設定が終わって一通りね。終わって、任天堂のなんちゃらかんちゃらログインとかね、作ってきた感じです。なんか、こういう操作画面はちょこっと見たことあったから、まあ、そんなに、わ、新しいって感じはしないけど、でもやっぱり、なんだろうな、こう、PS、プレイステーションしかやってなかった人がね、すごい久々。DS 以来でしょ。DS 以来なんつったら、もう任天堂確信してさ、もう、スイッチとか、持ってるのが言う。Wii U とかもそれやってないから、それでね、やっぱり初テレビゲームの任天堂に来たと、言うと本当になんか、思うところがあるね。まあ、動物の森がね、これ入ってるんで、まあ、起動したらできると思うんですけど、まあ、今後ね、動画なり配信で、今日多分夜に配信で動物の森、ちょこっとリスナーに教えてもらいながらやったりとか、もし時間あったら一緒にやろうよみたいな、やれる人がいたらね、いう感じやっていこうかなと思うんですけど、プラスね、また動画とかでも動物の森ちょっと上がるようになると思うので、よかったらね、任天堂側の水色のね、動画もよし、何をお願いします。もうスイッチはさ、2017年発売して、当初はね、全く眼中いなくて、PS4 でひたすらなんかゲーム新しいの出ないかなとか、いう感じで探してたってのもあるし、まあ、普通になんだろうな、ゲーム機本体をね、そんなに多数持つっていうのに、あんまり慣れてない。プレイステーションは、ね、いっぱい持ってるんだけど、家に今3台ぐらいあって、持ってるじゃん結構。でもなんだろう、その、任天堂とプレイステーションみたいな、その、贅沢持ちじゃないけどさ、なんかそういうなんか意識がなかったせいで、今の今まで買う気が全く起きなかったんですけど、本当にね、つい最近動物の森がめっちゃ面白そうと。で、こんだけ生きててさ、動物もやったことないってなんかちゃうだなと思ってさ、やっぱやりたいなと思って。しかも動画上げてる身だから、やっぱブームには乗りたいじゃん。でも乗り遅れつつあるんですけど、まあでもね、リスナーは結構、一緒にやるみたいな人もいてくれたりして、まあせっかくだったらね、オンラインもできるということなので、まあ、楽しもうじゃないかということで買いました。まあ、本当に転売とかがね、増えちゃうので、今は。どうしても2万とか2万5千ぐらいかな、高騰しちゃってるっていうのは、ちょっと、
結構悲しいっちゃ悲しいですけど、スイッチだけの本体の値段もね、4万7千とか5万っていうもう値段なので、まあそれが嫌だったら買わないし、まあ買いたいんだったらそれを我慢してね買うってことしかないのでまあ仕方ないなとは思うんですけどね。スープラトゥーンだっけ、あのヌリヌリするやつの2が確か、いや1もかもしんないけど、スイッチで売ってたので、まあ、動物の森と並行してね、動物の森を一生やってるってわけではないので、俺の特性上なんか FPS 気味のかつスプラトゥーンってすごいやってみたかったんですよね、まあ、なんでそういうのもねちょくちょく買ったりとか、あとマリオもね本当に超久々に数十年ぶり、いや20年しか生きてないけど、まあ、十数年ぶりにマリオとかもやってみたいなとか思いながらね、これ二人プレイできるんでね、親と一緒にやったりとかできるんじゃないかなという感じでちょっと楽しみにしつつ、まあ、今回はね、こう当たり障りなくひたすら開封して設定して喋って終わりっていう感じになっちゃうんですけど、まあこれからね、そういうゲームだとか、またいろいろとね、配信なりでやっていけたらなと思います。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でね、お会いしましょう。なんかおすすめのスイッチのゲームあったらよかったらコメントでもしてください。それでは。お疲れ様でした。バイバイ。